さあミーティングを始めるぞ。今日の相手オランダは、先のイタリアとは打って変わって今大会屈指の攻撃力を誇るチームだ。特に注意すべきはキャプテンのブライアン・クライフォート。ヨーロッパではシュナイダーにも匹敵すると評価される選手だ。もちろんクライフォート以外の選手もみんな一癖二癖ある選手ばかりで油断ならない相手だ。そして攻撃陣にばかり目が行きがちだが、守備陣にも注意すべき選手はいる。攻撃に転じても決して一筋縄ではいかないだろう。優勝候補にも挙げられる強国だが、恐れず挑戦者の気持ちで向かっていってほしい。同じく優勝候補の一角であるイタリアを破った君たちなら、実力を出し切れば勝てると信じている。ここで勝利をつかんで決勝トーナメントを手繰り寄せるぞ。はい、はい、オランダかやはり意識してしまうな。憧れの国との対戦だもん。やっぱりそうなるよね。俺もきっとブラジルと戦うとなったら今の美杉君と同じ気持ちになると思うやっぱり翼君もか。今日少しでも試合に出る機会があったら、僕の実力がどれほどオランダに通用するか試してみたいな。そのことだが、美杉、今日の試合君は後半から出場してもらう。しっかり準備しておいてくれ。君の能力はもちろんだが、そのモチベーションの高さもこういった試合には重要だ。前半はしっかりと相手の動きを研究して、後半それを生かしてくれ。頼むぞ。は、はい。よかったね美杉君。うん、まさかこんなに早く夢が叶うなんて。よし、俺も美杉君に負けないよう頑張ってくるよ。そうか、クライフォートと勝負か。大丈夫、美杉君の実力なら絶対に通用する。俺が保証するよ。ありがとう、翼くんにそう言ってもらえると自信になるな。日本はこのアメリカに渡ってから着実に力をつけてきている。そして下馬評を覆して、あのイタリア、あのヘルナンデスから日本は得点をして勝利した。偶然ではヘルナンデスから点は取れん。紛れもない日本の実力と言えるだろう。プレマッチの日本のイメージは捨てて気を引き締めていこう監督、心配いりませんよ。俺が日本のゴールを貫いてみせます。クライフォート。イタリアが負けたのは確かに予想外でしたが、それでも日本は俺たちの敵じゃない。いつも通りやればいつも通りに勝てます。自信を持つのはいいが、相手を侮るのはいただけないな。そうだ、奴らはどうあれ、あのヘルナンデスから得点して勝ったチームなんだぞ。用心に越したことはないと思うがな。いくら得点力があろうと、どうということはないさ。俺たちは点を取られたら、それ以上に点を取ればいいだけのことだろ。なあ、その通りだ。だいたいクリスマンはビビりすぎなんだよ。ビビってるわけじゃない。素直に彼らの試合を見て警戒すべきだと判断しただけだ。話を聞いていれば、クリスマン、いつからそんな臆病者になった。レンセン、お前まで。身長も過ぎると臆病と変わらないぞ。まったく、お前たちというやつは。そこまで言うなら大丈夫だ。細かいことは言わん、隙に暴れてくるんだ。はい、いいかみんな、俺たちの目標は
あくまで全勝での完全優勝だ。ここは通過点に過ぎない。そうそう。だから軽く蹴散らしてやろうぜ。ああ、俺たちの目標はあくまで大会の頂点。そう、俺たちが世界一だと知らしめることだ。そうと分かれば。さあキャプテン、号令頼むぜ。なあ、今日も1点や2点で満足するな。いつでも点を狙うのがオランダのサッカーだ。勝つのは間違いなく俺たちだ。みんな行くぞ。おう。さあやってまいりました、ジュニアユースワールドチャレンジ予選リーグ全日本の第2戦目。本日の相手は先日のアズーリイタリアに続く強敵、恐怖のオレンジ軍団オランダ。常に得点を狙うアグレッシブさを信条とし、前線に豊富なタレントを揃えたその攻撃力は参加国中でもトップレベル。特にキャプテンのクライフォート君は今大会屈指のストライカーとして注目の選手。先日のセネガル戦の活躍は記憶に新しいところです。対する日本も負けてはいません。プレマッチ参戦、予選リーグ第1戦と強敵との戦いを経て着実に力をつけています。このアメリカに渡ってからの成長で言えば参加国中トップレベルかもしれません。オランダにも引けを取らない戦いができるはず。期待しましょう。あれがブライアン・クライフォードか。実際にどんなプレーをするのか楽しみだ。あいつはあちらのキャプテンだ。向こうは俺のことは眼中になさそうだが、思えばアメリカに来てからずっとそうだ。ならばこの大会を通じて俺たちのことを見る目を変えるしかない。そのためにもこの試合勝つ。日本っていうと小学生みたいなやつばっかりかと思ったら、思ったより体格がいいのもいいな。俺と競り合えそうなのも一人二人いるようだな。まあそれくらいじゃなきゃ俺たちが楽しめないだろう。そいつは言えてるな。相手がどうあれ俺がディフェンスをこじ開けてやるさ。あとは全員でゴールを量産して、この試合も狙うは完全勝利だ。おう。キックオフです。みんな、俺たちは挑戦者だ。相手がどこでも恐れず行くぞ。さあ来い日本、俺たちオランダが蹴散らしてやるぜ。レオタイガーカット。ドルマン君、このシュートを正面から受け止める。パントキックで大きく蹴り出した。クリスマン君、ロングパスを受けます。翼君、ここは抜かせません。横にかわして突破。俺が力負けだと。かわして振り切った。しまった。横にかわして突破。止められない。ゴール前に持ち込んだ。軽やかなステップから必殺のシュートだ。ドーラン君、横に飛んだ。まさに、まだまだ決める。佐野君
ここは抜かせません。いけ、ワンタッチで送る。ここはパスを出した。ジトーさん、パスを出します。そら、ジトー君、パスを回す。このパスをカットします。さあゴール前です。いけ、ここは抜かせません。ヒューガ君、ここはパスを出した。よし、何かわした。ミサキ君、敵陣を切り裂く。スイッシュート。セバタ君、息の合った連携から2人でシュートに持っていった。ボールマン君、横に飛んだ。ここは抜かせません。さあゴール前です。まるで妖精のように舞い、ベアリーシュート。真正面からシュートを受け止めた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。何、日本にもこんなやつが。ヒューガ君、センターラインを越えて突っ込む。これが俺のネオタイガーショットだ。このボールに飛びつく。決死のセーブでゴールを割らせない。さあボールを抑えた。翼君、お箱のヒールリフトだ。佐野君、カルワザシのような動き、巧みにキャビとかわした。それ翼君、得意のヒールリフトで抜く。この中盤、何者だ。松山君、パスを出します。翼、佐野、はぁ、クレンセンブリンク君、ドリブルでボールを運ぶ。お前との喧嘩はどちらが先に触れるか。ふっ、それ松山君、ここはパスを出した。いけ、ロングボールを送る。絶妙なインターセプト。レンセンブリンク君、ちょっとかいつまってシュート。ここは赤島津君、このシュートに反応している。お見事、華麗に止めた。パスを出します。ワンタッチで送る。ダイレクトでパス。翼さん、佐野、よし、佐野君、高木に勝利をかわした。それそれ、右へ回します。それ若島君、ロングパスだ。このパスをトラップ。いけ、翼さん、ワンタッチで送る。ジトー君、まさに走るダンプカーだ。サノ、パスを出します。ジトーさん、サノ君、パスを回す。みんな、チーム本物のサッカーを見せてやろう。そのゴール、必ず貫く。全身のコーナーが本気のスティンガーだ。最終力のシュートだ。オランダ、前線の動きが活発になった。ここでオランダのまだまだこんなものじゃない。それ、ここはパスを出した。こいつ、やるな。ドリブルでボールを運ぶ。敵陣を切り裂く。時計はすでに30分を示しています。フェアリーシュート。あとわずか、なんとかボールに食らいつく。すごい、やったぞ。それ、ドリブルでボールを運ぶ。あっと、奪い返した。そら、ここはパスを出した。それ、パスを出します。このタックルは不発に終わります。クライフォート君、ボールを奪うことができません。このタックルは不発に終わります。クライフォート君、それいいぞ。みんな、よくオランダの猛攻をしのいだ。しかし油断するな。あの手の攻撃的チームは一度流れをつかませるとそれを止めるのは困難になる。この調子で相手にペースを握らせずに攻撃も守備も自分たちのリズムを崩すな。後半も厳しい戦いになるだろう。このハーフタイムしっかり休むんだ。はい。あのクライフォートってやつ、やっぱりとんでもねえな。うん、彼はテクニックもパワーもすごい選手だ。
そしてそれをあの揺るがない自信が支えている。戦ってみてそれがよく分かったよ。確かにリードされていても奴には全く動揺が見られなかったな。ああ、あれは自分なら逆転できると信じている人間の目だ。クライフォート以外の選手たちもやっぱり世界レベルの選手たちだし、何点差あっても諦めるようなチームじゃない。後半このリードを守ろうなんて考えたらきっと隙を突かれてしまうと思う。だから俺たちももっと突き放すくらいの気持ちで攻撃の姿勢を忘れないようにいこう。おっ、日本の中心はやはり翼くんだ。対してオランダの中心は紛れもなくクライフォート。あのクライフォートの自信がある限りオランダの攻勢が止むことはない。翼くんの言う通り後半も楽な試合じゃないだろう。こんな素晴らしい試合僕もフル出場したかったよ。まったくこんな体が恨めしい。水着、試合に出られなくて悔しいって顔だな。ヒューガ、気持ちはよくわかるぜ。俺もこの夏その立場に立ったからな。もっとも俺の場合は完全に自分の責任だったけどな。ただ原因はお前なんだぜ。僕が原因？まあ気にするな。それにお前はこれから出番なんだ。幸せだと思うぜ。ああそうだな。お前が都大会の決勝で見せたあの華麗なプレイ、この試合その力が必要な場面が必ず来る。まさかヒューガにそんなことを言われるなんてな。ああ、僕はこの試合の前半ベンチにはいたけれど、みんなと一緒にずっと試合をしてきたつもりだ。準備はしっかりできているよ。期待してるぜ。さあそろそろ時間だ。リードはしているけど負けているくらいの気持ちで後半も得点を狙っていこう。みんなこの試合絶対にものにするぞ。おう！くそ、日本相手にこんな折り返し方をするなんて。やつら思ってたよりずっとやりやがる。イタリアを破った実力は確かなようだ。前半の出来なんか気にするな。クライフォード、勝敗は試合が終わった時にだけ決まる。後半に勝ち越してやればいいってだけの話さ。たとえ何点差があろうと俺がそれ以上に点を入れてやる。世界一を目指す俺たちがこんなところでつまずいていられないだろう。クライフォード、すまない。こんな時お前の自信が頼もしいよ。俺はこの大会で俺が世界一だと証明する。だから任せておけ。何度でも日本ゴールを貫いてやるさ。クライフォートにばっかりいい格好させるかよ。なあ、レンセ、俺たちもやってやろうぜ。もちろんだ。言われるまでもない。さあ、行くぞみんな。試合が終わった時、勝者となっているのは俺たちだ。お！ついにあのオランダと戦う日が来た。今の僕の力はどれほど通用するのだろう。いや迷うな。持てる力を全力で発揮するだけだ。そして14を背負うクライフォート、翼くん以来だ。こんなに戦うのが楽しみな相手は。あの選手、背番号14か。その実力、俺じきじきに見てやるぜ。この後半、日本に攻撃のチャンスは与えない。日本よ、勝つのは俺たち、オランダだ。クライフォート君、
ここからチャンスを作れるか。ボールダッシュ成功。それ翼くんパスを回す。ヒューガくん素早くつなぎます。クリスマンくんボールを狙うも届かない。トーレスくんパスを出します。それクライフォートくんセンターラインを越えて攻め込む。ここから一気に攻め込みたいところ。ここから打ってきた。いけたい。長いパスが通った。ディック君このパスをカットします。渾身のパスが味方に送る。翼君吹っ飛んだ。わかします。自投。カイザー君いい形でボールを奪った。シュートまで持ち込めるか。シュート。それ三崎君パスを出す。佐野君ロングボールを送る。ここでパスカット。クリスマン君ゴール前に持ち込んだ。それほら行け。いい形でボールを奪った。クライフォートスルーパスを狙う。クライフォート君シュートまで持ち込んだ。キーパーもろとも貫いてやる。必殺のシュートを行く。クライフォート君このシュートをシュートから受け止める。キーパーごと押し込んだ。まだまだこんなものじゃない。行け。ミスギ君大丈夫。体を反転させかわした。そこ飛行士の華麗な技だ。みんなファストブレイク速攻だ。日本ミスギ君の指示でここで一気に攻勢に出た。おっと日本のディフェンダーが次々とオーバーラップ。空いたスペースに次々走り込みます。まずいな。くそ、そのディフェンダーたちのマークにつくぞ。オランダの選手が上がっていく日本のディフェンダーのマークにつく。日本の速攻を封じる動きだ。なんだと。ゴールキーパーも守るだけじゃないぜ。なんとゴールキーパーの若島津くんだ。若島津くんがここまで上がってきた。俺たち相手にゴールをガラ空きに。なんてゴールキーパーだ。若島津くんの動きに驚いたか。オランダの動きが鈍った。ナイスだ若島津。翼くんにパスだ。途絶えた決勝、それまで大会無失点の俺からたった一人で2点取った男ミスギ、お前を信じるぜ。小学生の時初めて対決した時に見た君のプレイは俺にとってまさにショックだった。翼くん無理をせず上がってきたミスギくんにリターン。そしてすかさずミスギくんからミサキくんへ。ミスギくん、小学生の頃見た君にはすでに底知れないサッカーの才能があったね。ミサキくんから再びミスギくんへ。そしてミスギくんからヒューガくんへ。都大会決勝、お前の華麗なプレーに危うく俺は膝をつきかけた。シュートモーションに入ったヒューガくんの目の前にはオランダの巨漢ディフェンダーディックくんが。お前らなんかにいいようにされてたまるか。こっちだヒューガ。おう。ヒューガくんとっさにエリア内のミスギくんへのパスに切り替えた。ここだもらった。ミスギくんフリーでシュート体勢だ。ミスギ中心臓病というハンデがなければ君は日本一のプレイヤーになっていたかもしれないんだ。お前だけには。あっとクライフォート君がここまで戻ってシュートブロックに。これだ。小学生の時にミスギくんが見せた
芸術的かつアクロバティックな大技が炸裂だ。日本が生んだもう一人の天才、美杉純君、ここでやってくれました。ゴールキーパーまで含めたポジションの枠にとらわれない素晴らしい展開を指揮し、心臓病というハンデを抱えながら見事値千金の勝ち越しゴールを挙げた美杉君、チームメイトからそしてスタンドの日本ファンから激しい喝采を浴びています。フィールドの貴公子、ここに復活です。やったやったぞ美杉君。さすがだぜ美杉。美杉君ならできると思ってたよ。くっそ、あの14番目、あいつの指示で日本の連中の動きが急に良くなりやがった。俺が奴に負けたというのか、あの14番に。クライフォート、キオーナ、これはみんなの失点だ。いや、この失敗は必ず俺自身が取り返す。まだ残り時間はある。チャンスがある限り攻め続けるぞ。そこはパスを出した。それ体ごとぶつかっていった。もらったフェイントだ。あっと、カスタント日向君、ここからチャンスを作れるか。パワーストームなら負けねえ。日向君、連続突破で見せます。ここから一気に攻め込みたいところ。これが俺のネオセリガーショットだ。さあ、ボールと真っ向勝負。ドールマン君、これはキャッチできない。チャージが決まった。立ち下がるのは日向君、全て受け止め。ゴールを狙う。ドールマン君、このシュートに反応している。キーパー反応するも決まった。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。見たか、オランダ、これが俺のネオタイガーショットだ。日本にもやる奴はいるな。まあいいさ、取られたら取り返すまでだ。それドリブルでボールを運ぶ。貫く、クライフォート君、ティガーショット。ボールを浮かせて足の裏で蹴り込んだ。よそっと見る反応、キーパー止められない。この距離から世界を見たか。クライフォート君の殿下の宝刀、スティンガー炸裂。無情にも日本ゴールを貫いた。やったな、クライフォート、さすが俺たちのキャプテン。俺のスティンガーに貫けないゴールはない。なんて鋭いシュート、確かにファイヤーショットレベルだ。しかし次こそは止めてやる。どんなにすごいシュートでも1点は1点、取られたら取り返せばいい。次は俺たち全日本の反撃の番だ。そら、よし、攻守交代だ。ここは抜かせません。体を反転させかわした。連続突破で見せます。かわして振り切った。横をすり抜けた。コルプ、ボールを奪うことができません。フェアリーシュート。ドールマン君、このシュートに反応している。パントキック、どこまで運べるか。ワンタッチで送る。これで、あ、かわした。体を反転させかわした。飛行士の華麗な技だ。軽やかなステップから必殺シュートだ。フェアリーシュート。一歩も動けず、狙い決まった。ゴールをゲット。いけ、チャージが決まった。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。お墓のヒールリフトだ。これを見ろ。翼くん、ドライブシュートを放った。体ごとボールにぶつかっていく。ボールの勢いをうまく抑えた。ヘンドリックス、ボールを奪うことができません。パントキックで大きく蹴り出した。チャンスが決まった。あと
ドリブルを見送る。ミスギ君、蝶のように舞う。これぞ貴公子のプレーだ。ミスギ君、そんな蝶のように舞う。それ、これぞ貴公子のプレーだ。これが僕の取って受けだ。後ろに下がったランドールをジャンプ。そして豪快なボレーシュートだ。ドールマン君、これはキャッチできない。ディック君、このボールを拾います。ヒューガ君、シュートまで持ち込めるか。シュートだ。このパスは通らない。ミスギ君、激しいタックル。これぞ貴公子のプレーだ。ミスギ君、ゴール前に持ち込む。これは耐えてみせる。手をかけたシュートだ。このシュートを体で止めるつもりだ。あとブロックを粉砕。こぼれ球をものにした。ここからスタッククロスに合わせに行く。ディック君、このボールに立ちはだかる。これはボールと相打ちの形になった。クリアでキューバをしのぎます。秋山君、もらったで。激しいタックル、表しのようなドリブル。敵陣へ突き込みます。これで決める。これは血を這う豪快なシュートだ。あと劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。優勝候補のオランダに勝ったんだよ。イタリアに続いて厳しい戦いだったが、やったんだな。2戦連続まぐれとは言わせねえ。これが俺たちの実力だ。やっぱり勝負ごとは終わってみるまでわからんの。連続して優勝候補国を倒したんだ。俺たちだって優勝を狙えるんじゃねえか。そうさ、遠征最初の頃の俺たちとはもう全然違うんだ。ああ、成長したよな、俺たち。みんなが努力を怠らなかった結果さ。お、努力とガッツだけが俺たちの取り柄だからな。俺たちとか勝手にくくるな。それしかないのはお前だけだ。よし、この調子で次も勝って全勝で予選リーグ突破を目指そう。それにしてもブライアン・クライフォード、恐ろしい相手だった。俺ももっともっと頑張らなきゃな。俺たちが負けた。バカな、信じられねえ。そんな、こんなところで。みんな、まだ下を向くな。クライフォード、確かに全勝優勝の夢は終わってしまった。だが次のイタリア戦を勝てばまだ優勝はできる。気を落としている暇はないはずだ。そうだ、クライフォードの言う通りだぜ。ああ、まだ俺たちの大会は終わってないんだ。これからも頼むぞ、クライフォード。任せろ、次こそは俺が勝利に導いてみせるさ。まあ今日のところは素直にこの俺たちに勝ったあいつらを祝福してやろう。この俺の顔に泥を塗った今日の敗戦は忘れない。そして次に会った時は必ず俺たちが勝つ。よ、天才美杉純は健在だったな。美杉君、さすがだね。あの一点が
この試合の決め手だったよ。いや、頭の中で描いたものがみんなのおかげで形になっただけだ。チーム全員のみんなの力さ。スタンドの声を聞く限りそうは思われてないみたいだけどな。ほら。あ、いや、僕だけじゃないと思うけどな。まったくモテる男はつらいな。羨ましい限りだぜ、この子の。石崎、君はもう少し練習が必要なようだね。明日の練習から特別メニューを考えるよ。勘弁してくれよ。あの14番、今日はやられたな。決着はまた今度だ。見過ぎ、楽しみに待っていろ。イタリアとセネガルか。どっちが有利なんだろう。そりゃやっぱりイタリアさ。うん、セネガルはスピードでディフェンスの裏を取るチーム。でもイタリアはゴール前を固めるチーム。つまりセネガルは自分たちの型で戦えないわけだからね。おい、セネガルの陣形見てみろよ。あれはセネガルが引いてる。イタリアは守ってカウンターのチームだからロングボールは使いづらい。その前に相手を誘い出そうっていう作戦だな。セネガルのデータはプレマッチも含めてチェックしたけど、この戦い方は初めてだな。指導者からすれば選手が慣れていない作戦を取るのは怖いな。おそらく選手も不安なんじゃないか。そうですよね。それにテクニックはイタリアが上です。うまくいくかな。セネガルは攻めるこちらの裏を狙う作戦か。それなら。さあ試合開始。おっとイタリア、ヘルナンデス君の指示で全員が一気に上がっていく。セネガル意表をつかれたか。イタリアの高速パス回しについていけない。そしてルチアノ君にボールが渡った。そんな見え見えの手が通じるかよ。おいおい、もう先制点入っちまったぜ。ヘルナンデスがセネガルの作戦を読んで、それで一気に攻勢をかけさせたんだ。立ち上がり、しかも不安な気持ちのセネガルじゃあのパス回しは防げない。作戦勝ちだな。もうセネガルは攻めるしかない。でも攻めれば攻めるほどイタリアの術中にはまる。イタリアは一気に優位に立ったよ。試合終了。イタリア、セネガルに完勝。セネガルはサンゴール君の正確なロングボールもイタリアディフェンスの網にことごとくカットされ、苦し紛れのロングシュートもヘルナンデス君には通じず、逆にルチアーノ君のカウンターの餌食になり次々と失点。セネガルは圧倒的なボール保持率でイタリアを攻め続けましたが、結局1点も取れず、これでセネガルは2連敗で予選敗退が決定。一方イタリアはオランダと勝ち点3で並び、最終戦の直接対決に全てをかけることになります。思った通りの結果になっちゃったね。これでセネガルは予選の負けが決まったんだろ。ならもうモチベーションもなくなったんじゃねえの。だとしたら次は楽勝じゃの。確かにセネガルは選手の動きがバラバラで統一性がない。でも足は速いしジャンプは高い。それにスピードがある分、勢いがつけば止められなくなるかもしれない。もし
もしあいつらにチーム一丸となる何かがあったら、一気に強敵に化けるんじゃないのか。今日も練習お疲れ。お疲れ様です。よう、お疲れ。ようやく待ちに待った晩飯だな。なんだろうな、とりあえず肉なのは決まってるけどな。そういやアメリカ来てから毎日毎食肉食ってるよな。ギャッ毎日たらふく肉が食えるんじゃから、わしには天国のような場所たい。ほんと、食事を見てるだけでこっちの選手たちの体がでかい理由がわかる気がするよ。どうした翼、ここのところ元気ないじゃないか。ちゃんと休んでるか。ありがとう、大丈夫だよ。ならいいけどよ、無理するなよ。うん。ダメだ、スピードも回転もこれ以上はもう。やっぱりな、こういうことだと思ったぜ。ヒューガ君、ドライブシュートのパワーアップが狙いか。うん、でもうまくいかないんだ翼。こいつを使ってみろ。これはヒューガ君のブラックボール。壁にぶつかった時に誰かの助けを借りるのは悪いことじゃねえ。俺もそうして壁を乗り越えてきた。ヒューガ君。翼、一人で悩むな。ありがとうヒューガ君。このボール使わせてもらうよ。あ、ついにブラジルの試合が見られるんだ。今まで練習スケジュールの都合でブラジル戦はスタンドに来られなかったもんね。俺もブラジルの試合は生で見たことないからな、楽しみだぜ。ブラジルの中盤ロベルトがつけていた背番号、ジュニアユースチームとはいえそれを背負うカルロス・バーラという選手、一体どんなプレーをするんだろう。まもなく後半10分、ここまで両チーム0対0、サウジアラビアが前線しています。ブラジル初戦のスペイン戦もそうでしたが、どうにもパスのつながりが悪い。あっと、ここもサウジアラビアにカットされた。これはまずいぞ。なんだよ、ブラジルってこんなもんか。そんな、どうしてブラジルがこんなバラバラなサッカーを。ボールを奪ったサウジアラビア、ブラジルゴール前へ攻め上がる。あっと、しかしボールを持った選手にブラジルの選手が凄まじい勢いで近づく。これはブラジルの10番カルロス・バーラ君のタックル。サウジアラビアからボールを奪った。そしてそのままドリブルで攻め込んでいく。カルロス君単独突破、次々とサウジアラビアの選手をかわしていく。ルシアーノ・レオ君やキャプテンのアルベルト君もカルロス君をフォローするように上がっていく。しかしカルロス君は後ろも周りも全く見ない。自分一人で最後まで行くつもりなのか。
ロス君、フィールドの半ば以上を独走してのスーパーゴールだ。タックル、ドリブル、そしてシュートまで全く無駄のない正確無比のテクニック、これがブラジルの10番の実力だ。おお、やっぱブラジルのエースってすげえな。翼くん？試合終了！ブラジル、サウジアラビアを撃破！試合途中までは調子の上がらなかったブラジルですが、試合終盤に立て続けにゴールを挙げ、終わってみれば圧巻のスコア差となりました。エースのカレロス君は今日も得点を量産し、前の試合に続いて好調をキープ。ミッドフィルダーレオ君、ディフェンダーでキャプテンのアルベルト君、そしてゴールキーパーのケイジーニョ君もそれぞれのポジションで奮闘し勝利に貢献しました。それにしてもカルロス君はゴールを挙げた時も、こうして試合に勝った時も全く表情が変わりません。彼にとってはあまりに当然の結果すぎて喜ぶまでもないということでしょうか。今日の試合を見た感じ、ブラジルはあまり連携がうまくいってなかったな。ブラジルは国内のクラブチームの調整に難航して、直前まで代表チームを組めなかったらしい。そのあたりが影響しているのかもしれないな。チームとしての練習不足か。ブラジルはまだまとまりがなかったけど、強豪国にはよくあること。大会が進めばきっと調子は上がってくるはずだ。そしてエースのカルロス・バーラ、確かにすごい選手だ。フィジカルも強いし、テクニックも正確、他の選手とはレベルが違う。でもなんだろう、見ていて少しもワクワクしないんだ。まるで感情が見えない。そう、勝つためだけにプレイする機械みたいなんだ。俺にサッカーの楽しさを教えてくれたロベルトがつけていた背番号10、同じブラジルの10番を背負っていてもこんなにも違うものなのか。ドイツ、俺たちが借りを返さなきゃいけない相手だね。シュナイダー、お前たちの戦い見せてもらうぞ。ドイツ対ポルトガルの一戦、まもなく前半終了ですが、ここまで全くのドイツペース。シェスター君とカルツ君が中央のスペースを完璧に支配して、ポルトガルにボールを渡さず、前線のハイネ君がボールを供給して、マーガス君とシュナイダー君が得点を量産。そしてまたもやハイネ君からシュナイダー君にボールが渡った。決まった！シュナイダー君のファイヤーショット、これでハットトリックだ。まさにドイツの若き皇帝、その名にふさわしい活躍だ。みんな、なぜあのシュートがファイヤーショットと名付けられたか知ってるか？え？おお、火の玉ってなんかイメージいいよな。強そうで相手もビビりそうだし。それならまだ可愛げがあるんだがな。そんな理由じゃないんだ。火の玉シュート、目にも止まらぬあのシュートは実際に燃えているんだ。なんだって。空気とボールとの摩擦か、シュートした際のスパイクとボールの摩擦か、またはゴールネットとボールの摩擦か、いずれにせよゴールインしたボールはプスプスと焦げ臭い匂いを放っているんだ。そこから名付けられた一撃必殺のシュート、それがシュナイダーのファイヤーショットだ。一撃必殺か。
試合終了。ドイツ、ポルトガルを全く寄せ付けず、まずは最初の勝利を手にしました。ツートップのシュナイダー君とマーガス君、ダブルボランチのシェスター君とカルツ君、そしてそれをつなぐゲームメーカーのハイネ君、攻防一体となったこの布陣、全く隙がありません。優勝候補筆頭との評判通りの戦いでした。カール・ハインツ・シュナイダー、ヒューガ君が世界一のストライカーを目指すために、その第一のライバルになる相手だね。ああ、今日のシュナイダーのファイアーショット、回転も伸びも少し以前とは違って見えた。まさか。よ、よし、うん、うん、うん、俺の勘が正しければこいつは。頑張ってくれ。悪くはないな。ほう。ちょっといいか。はあ、なあ。はあ。頑張ってるな。な。な、ああ、おう、君は誰だい。ああ、うん、そうか、ちょっと、うん、ああ、なんだよ。おい、なんだ。よ、ああ、なあ、なあ、ふん、なあ、ふん。